大人の世界に行くぞ。はい、久しぶりの龍が如くオンラインなんですけども、今ですねスクラッチイベントピックアップ極めガチャということで、夏のね、夏らしい水着の女性キャラのガチャが始まりましてね、これはね男性だったらねやっちゃいますよね。まあこれ特にこれマヤですか、あのキャバ嬢のですね。はい、見てくださいよこれね、これは引いたくね、なっちゃいますよね。潮騒の歌人っていうのかな、うん、はい、マヤ。あとその他にも、ソフィア。全部これキャバクラの、あの、指名できる女の子ですね。はい、ソフィアと、そしてこれお嬢様キャラだっけ、アスカね。うん。花火より眩しく、うん。このね、夏休み限定の3体が手に入るということで、これはね、やらないとね、やっぱりね、やっぱ男、だったらね、もうやっぱりこれはねたまらんばいですからね。やっぱりね、こうなるとちょっとね、なんだかんだ言って胸なのかよみたいなことでね、多分そういう批判も受けそうですけどね。私のは足やお尻がいいって言ってたのに結局胸やないかいみたいな感じ。結局どれをとっても体なんだけどね。まあそんなわけでね、まずあの SSR 確率が3倍ワンチャンガチャのこれをまず発生させないといけないんで、まあちょっとイベントのこのスクラッチの方、まず回してみたいと思います。まあ6スップちょっとやってないんでね、スクラッチのガチャ券だけは、今何枚だろう。あ、300枚溜まってるんで、60回引けますね。60回引ければ多分、金のスクラッチが2枚しかない時点でね、やってないんだなって、このポイント見てもね、2100しかないんで溜まってないんだなということですけども。まあ頑張ってね、これをまあガンガン引いて、3倍にしてから、あのガチャ、挑戦してみたいと思います。あ、繰り返しで引きます、これは。もう、うん、3等以上出るまで。3等以上が出れば、3等以上っていうのは、この靴だったり、こうなんだろう、この真ん中の、なんだろうね、これ。ポーチとか、このキャラクターのやつが、4つ並べば、1等か2等か3等ということですね。うん、これです、これ。あ、惜しい。うん。こんな感じで、多分運営的にもね、ワンチャンガチャ発生させたいんですよ、きっと。じゃないと引いてくれませんから、ガチャをね。だからワンチャン1等から3等は割と出やすくなってるはずなんだよ。じゃないとね、なんだよ、出ねえじゃねえか。じゃあ、ガチ引かねえよ、というふうになっちゃいますからね。やっぱり3倍と普通の倍率だったら、やっぱりみんな3倍の方引きたがりますからね。ちょっと金のスクラッチもね、ただまあ、確率が倍になるとはいえね、まあ、どれか、1等から6等のうちのどれかは当たるようにはなってるんですけどね。ただね、結構4等、5等、6等が出るんで、やっぱり、ここでちょっと確実に1等、2等、3等出しておきたいな。この銀のスクラッチでね。あれ、欲しいんだよな、やっぱりな。ね。やっぱりマッスルショットでもそうなんですけど、やっぱりね、女性キャラクターはやっぱりね、このゲームに、男臭いゲームにおいての花ですから、やっぱりそういうキャラクター出たら欲しくなりますからね。ぜひね、しかも今回は水着ということで、さらにね、これは欲しい。お、来た。よし。やっと来たよ。3頭。よし。3頭で十分。うん。来ました。はい。じゃあ、これで行きましょう。やっと来たよ。なかなか、多分半分ぐらい使ってると思う。よし。はい。ということで、ご覧のようにね、1頭から3頭のうち引くと、SSR 出現率が3倍という風にして、なってますね。はい。で、まあ、キャラクター紹介で、一応ガチャ詳細見てみましょう。はい。ルールですね。SSR、単発で引いても、10連で引いても確率は 9% ということで、変わらないということですね。はい。今回は、この、新登場の、キャバ嬢の3人が、一番確率が高くて、それでも 1.5%。低いね。その他には、まあ、タツネとか。でも、女性キャラクター多いね。ユキとか。女性キャラクターが多いです。うん。ゴロミンも、ゴロミンもいるのね。でもほとんどが女性キャラクターだ、これ見ると。うん。男の人は、あ、でもいるな、こうだんだん下の方に行くと、SR の方に行くとね。はい。まあでも欲しいのは SSR のみなんで、うん。まあ一応3倍になってますけど、まずはね、あるもので何とかしようということで、極めガチャ券から行ってみましょうか。これで引けちゃえば、だってね、ダイヤ温存できるんですから。前回これで引きましたし、何しろ。はい。では、これはもうね、何のアップもなってないはずなんで、運ですけど完全に。では行きます。はい。20回チャンスがあるわけですから、これで。ね。20回もチャンスがあればね。
おお、来た、いいよ、いいよ、第一関門突破だよ。はい、ここで次ですよ。赤&赤で来たら熱いよ。さあ、運命のレバー、オン、カモン。おお、おほほほ、いきなり来る？いきなり来る？それで、おお、出た。すんげー引きだ。すごい引きを今回もまたね。はい、やっちゃいましたよ、はい。マッスルショットの方ではね、もうちょっとなんか、厄払いしなきゃいけないぐらいの悪さなんですけど、こっちはすごいね、はい。こっちの確率的には悪いんですけどね。アーミーということで、もうあの3体のうちどれかですから。もうこうなるともうマヤちゃん欲しくなっちゃうね。はい。で、お願いしますよ。さあ、私の願いを通じるか？マヤコモン！アスカだー。アスカかー。私初めてです。はい。どうせだったらね、前欲しかったな。まあ、でも、これいい流れだと思うんで、もう一回引いてみよう、これは。うん。いや、ちょっと待ってよ。極めガチャ券ではもう多分なんか引けないような気がするから、一回 OK にしとこう。うん。ちょっとここでね、じゃあね、じゃあもう出しちゃおう、これ。SSR30% ガチャ券。うん。これだって4枚あるから、3回引けば SSR が1体は出るというね、まあ、確率上は。30、30、30で 90% の確率で SSR が引けるってことになりますから、3回引けばね。ええ。これ3回引いてみましょうか。まあ、1発目とか2発目で来れば一番いいんですけども。はい。行きましょう。さあ、行きます。はい。SSR。ってことは R もあんのかな？ああ、白か。ちょっと厳しいかな。いや、わかんないよ。今乗ってるよ。どうだ？ああ、ダメだ。青はダメだね。ああ、ほらほら、何のひねりもなくね。金だけどさ。はい、そう甘くはないよね。一発目でね。うん。30% をそうそう簡単には引けないよね。もう一回引こう。はい。いきますよ。何しろ、あと2回で、のうち、ね。まず来る確率が 90% ですからね。30、30、30でね。いきます。さ、どうだ？おお、来た、ほら、来た。いいよ、いいよ。これは来るだろう。ねえ。じゃあ次、赤お願いしますよ。赤お願いしますよ。赤カモン！おお！来た！おお！よし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 。いいね、いいね、2回目で。それで、おお！すごいついてる。もうね。もうこれ来たらさ、3分の1だよ。3分の1。で、さっきもうあれ出ちゃってるから、まあでも出たからといってまた被る可能性もあるんだけど、次はもうマヤちゃんでしょ、これはね。お願いしますよ。運命の。マヤ来いよ。カモン。よっしゃー、来た来た。うん。来たねー、来たねー。はい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 。よかったー。はい、というわけでね。まあ、念願のマヤをゲットしたんでね、もう引く必要はありませんから、私はもう引きません。はい。まあ、というわけでね、今回は、ダイヤを使わずとも、てか、このワンチャンガチャを発生させる必要あったかってぐらいで、ね。もうなかったですね、はっきり言ってね。だって、極めガチャ券と、この SSR ね、30% ガチャ券2回目で出ましたから。ね。いやー、よかったよかった。うん。まあ、正直のところ言うと多分ね、ドンパチとかではどうなのかな、ちょっと能力的なことも見てないんですけども、スキルとかで見てみよう。まあ、補助系ですからね、男性の味方や7秒間攻撃力を 30% 上昇と、会心時の攻撃力を 100% 上昇。癒しの極み、男性の味方の HP。はい。アビリティが男性の味方の状態以上になる確率を 10% 減少。男性の味方人数、つうか、まあ大体男ですからね、ほぼね。入れるのはね。あんまり女性中心っていうパーティーと組まないんでね。これもいいんじゃないでしょうか。はい。あともう一体手に入れたこれね。アスカ。うん。お嬢様キャラクター。素敵な思い出ができました。男性の味方のスキルクールタイムを 15% 加速か。スキルは？
あ、回復系ですからね。まあ、回復するんでしょうね。はい。というわけでね、まあ、もうなんか、マッスルショットの運の悪さが全部こっちにね、なんか還元されて弾けてるような感じですけども、まあ、見事に弾けました、今回は。ちょっとまあ、こういう風にしてね、結構、割とチャンスあるのかなっていう、私はあっさり弾けたんでね、皆さんもぜひ弾いてみたらどうでしょうか。はい。というわけで、今回はね、まあ、真夏のサマーイベント、サマーバケーション、スピカのサマーバケーションガチャ、ね、弾いてまいりました。見事ね、ゲットできましたんで、また次回もよろしくお願いします。ということで、本日はこの辺で終了です。はい、ではさよなら。